ジェームズ・ポール・ギャノンはイングランド・サザーク出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現在はナショナルリーグのストックポート・カウンティの監督を務めている。アイルランドで選手キャリアをスタートさせたが、イングランドフットボールリーグのストックポート・カウンティでキャリアのほとんどを過ごした。ギャノンはサザークで生まれたが、幼少期に家族でアイルランドに引っ越しをした。彼は自分が アイルランドの労働者階級のカトリック教徒であると思っている。ギャノンはアイルランドの弾道ク FC でキャリアをスタートさせた。1989年4月、ギャノンは7万ポンドの遺跡金で当時イングランド2部に在籍していたシェフィールドユナイテッドに遺跡した。しかしトップチームのメンバーに入れず、翌年には当時4部のハリファックスタウンにレンタルで遺跡した。 1990年、ギャノンは、当時4部のストックポートカウンティに移籍した。その後10年間ストックポートで過ごし、クラブを2部リーグと4部リーグの準優勝に導き、リーグトロフィーでは2度の決勝に貢献した。2000年にクラブを退団した後は、クルーアレクサンドラで1シーズンを過ごした後、2001年8月にアイルランドのシェルボーンに移籍し、3年間で2度のリーグオブ、 アイルランドプレミアディビジョンのタイトルを獲得した。引退後はすぐに監督としてのキャリアをスタートさせ、2004年には、ランダークの監督に就任した。アイルランドでの1シーズンの後、ストックポートカウンティに監督として復帰し2008年には、プレーオフを経て、リーグ2からの昇格を果たした。リーグ1昇格に導いたが、コスト削減の一環として解任された。その後は、 スコティッシュプレミアリーグのマザーウェルに移籍し、ヨーロッパリーグに出場したが、わずか25試合の式で退団した。2010年には、チャンピオンシップのピーターバラユナイテッドの監督に就任したが、2ヶ月間しか在籍しなかった。2011年1月には、ポートベールの監督に就任したが、わずか10週間の在任に留まった。2011年11月にストックポートに戻った。 ものの、2013年1月に解雇された。2013年12月には、ノースウィッチ・ビクトリアの監督に就任した。ノースウィッチで2年間過ごした後、2016年1月に3度目の、ストックポート・カウンティの監督に復帰。2018から19シーズンはクラブを、ナショナルリーグ・ノースを優勝、小武昇格に導いた。出展、サッカーベスクラブ個人。 ありがとうございます。